下神殿信号場は、群馬県気流市愛よ町にある、東日本旅客鉄道両毛線及び渡らせ、渓谷鉄道渡らせ渓谷線の信号場である。気流駅より、岩塾駅方向に約 1.7km にある信号場。岩塾駅方より渡らせ渓谷線が両毛線に交流する。両毛線と渡らせ渓谷線の施設上の分解点でもある。なお、 営業場の境界は、紀流駅で、紀流駅本信号場間は、JR 東日本と渡らせ、渓谷鉄道の双方に属する。校内配線図の通り、本信号場は、単線分岐型及び単線交換型の複合型信号場である。紀流駅方から進むと渡らせ渓谷線を分岐した直後に、両毛線の交換設備が設置されている。上記のような配線のため、 渡瀬せ渓谷線の列車同士の交換、対比は不可能である。似た構造の信号場の一つに、JR 淀ド線、土佐黒潮鉄道中村線の川奥信号場がある。こことの違いは、分岐型と交換型が一体化しており、双方の列車同士の交換、対比が可能であるので同じ複合型信号場でも条件が異なる。駅から東信号場までの間は見かけ、 上腹線となっているが、南側の線路は、紀流駅下新電車両基地間の引き込め線である。従って、南側の線路には、営業列車は走行しないため、この区間は単線である。紀流発着列車の待機スペースにもなっている。また、保守基地も併設されている。高崎総合訓練センターが併設されており、主に、高崎支社管内の運転関係社員、 設備関係社員の訓練を実施する場として設置されている。解体線が併設されており、廃車解体が行われる場合がある。過去には1 0 3線1 2 0 0番台、K6 編成の西船橋川五両が東基地で解体されたことがあった。車両基地ではあるが、気流駅の電流線が別にあるため、気流駅構内でもある。気流駅との間に出入場信号はない。 ありがとうございます。